新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、県社会保険労務士会が従業員の休業補償など労務管理についての電話相談窓口を今日から開設しています。新型コロナウイルスに関するご相談でしょうか。相談窓口は奈良県社会保険労務士会が開設したもので、企業の経営者や従業員からの相談に電話で対応しています。会によりますと、これまでも小中学校の臨時休校で保護者の休暇取得を支援した場合の助成金など、新型コロナウイルス関連の問い合わせがあったということです。窓口の電話番号はご覧の通りで、平日は午前9時から午後5時まで社会保険労務士が相談に対応しています。事業所さんに向けましては、いろいろな助成金の形で、従業員さんにお支払いになった、休業補償、これを補填なさる、そういった手立ても国として考えてますし、で一方でテレワークというような形で、従業員さんがご自宅にいらっしゃりながらお仕事を続けていただくと、そういうふうな助成金もですね、すでに出ておりますので、お気軽にご相談いただけたら、何かヒントを得ていただけるんではないかなというふうに思っております。